小野の山荘に移り住んだ落ち葉の宮とその母宮洲どころ。夕霧は、チャンス到来とばかりに、郊外のその山荘を訪れます。世間には、親友の遺族の面倒を見ているというふうに見せかけながら、実はその未亡人と、なんとか親しくなりたいと思っているのです。原文で読みましょう。大将が夕霧です。豆人の名を取りて探しがりたもう大将。この一条の宮の恩ありさまを、なお荒ましと心に留めて、大方の人目には、昔を忘れぬ用意に見せつつ、いと年頃にとぶらい聞こえたもう。下の心には、かくてはやむまじくなん、月日に添えて思いまさりたまいける。いかならんついでに、思うことをも、真帆に聞こえ知らせて、人の恩家はよもみん、とおぼしわたるに、宮洲どころ、もののけに糸をわずらいたまいて、おのというわたりに、山里、持ちたまえるに渡りたまえり。夕霧が山荘についてみると、宮洲どころのお具合が良くないということで、もともと多くは来ていなかった女房たちが、皆そちらにつきっきりになって、落ち葉の宮はガランとしたところで物思いにふけておいでです。夕霧は良い機会だと思い、今日こそ日頃の思いを訴えようと決心して、宮の近くに寄って話しかけます。日も暮れて、いかにも山里らしく霧が深く立ち込めてきました。夕霧が濃すぎて帰る道も見えません、と歌を読みかけると、宮も歌を返してくれました。ところで、この時読んだ、この夕霧の歌から、彼は夕霧と呼ばれるようになったのです。ちなみに、この歌のやりとりや二人の会話はすべて女房を介していて、直接に話しているわけではありません。さて、その歌のやりとりの後で、夕霧は、思いがけない行動に出ます。歌の応酬のあたりから原文で読みましょう。意図苦しげにしたもうなりとて、人々もそなたに集いて、大方もかかる旅どころに、あまた参らざりけるに、意図と人少なにって、宮は眺めたまえり、しめやかにて、思うことも打ち入れすべき折かな、と思いいたまえるに、霧の、ただ、この軒のもとまで立ち渡れば。まかでん方も見えずなりゆくはいかがすべき。とて、山里の哀れをそうる夕霧に、立ちいでん空もなき心地して。と聞こえたまえば。山月の、まがきを込めて立つ霧も、心空なる人はとどめず。ほのかに聞こゆる恩家わいに慰めつつ、まことに帰るさ忘れ果てぬ。霊はかように長居して、あざればみたる景色も見えたまわぬを、うたてもあるかな、とみやおぼせど、ことさらめきて、かろらかにあなたに這い渡りたまわんも様悪しき心地して、ただ、おとせでおわしますに、とかく聞こえよりて、二生そこ聞こえ伝えにいざりいる人の影につきて、いりたまいぬ。この時までは、夕霧は外の廊下のようなところに座っていました。落ち葉の宮は、普段はこんなに長居なさる方ではないのに困ったこと、と、なかなか帰っていこうとしない客人に当惑しながらも、わざとらしく奥に引っ込むのも失礼か、とじっとしていると、夕霧は、自分の言葉を伝えに部屋に入っていく女房の後にくっついて、なんと、宮の部屋に入り込んでしまったのです。原文で読みましょう。
まだ夕暮れの霧に閉じられて、うちは暗くなりにたるほどなり。浅ましうて見返りたるに、宮はいとむくつけうなりたもって、北の御掃除の戸にいざりいでさせたまうを、いとようたどりて、引きとどめたてまつりつ。御身は入り果てたまえれど、御ぞの裾の残りて、掃除はあなたよりさすべき方なかりければ、引き立てさして、水のようにわななきおわす。人々も呆れて、いかにすべきこととも、思いえず。女房が、気配を感じて振り返ると背後に夕霧がいるではありませんか。部屋の中はすでに薄暗くなっています。宮は恐ろしくなって、部屋の外に逃れようとするのですが、夕霧に着物の裾をつかまれてしまいます。体は部屋の外に逃げおおせたのですが、裾をつかまれてしまって、襖を閉めることができず、宮はブルブル震え、孫の女房たちも驚くばかりでどうしてよいかわからず呆然としています。夕霧もとんでもない狼藉を働くものですね。もっと穏やかに接近する方法があるでしょうに。恋の道に長けた源氏の君なら絶対にしないようなやり方です。しかもその後もいけません。彼は堅くなに拒む落ち葉の宮に向かって、あなたも結婚したことのある身なのに、そんなうぶな対応しなくてもいいじゃないですか、みたいなこと言ったり。このまま何事もなく自分が帰ったとしても、あなたは濡れ衣を着るだけでしょうよ、などと、女性の心を逆なでするようなことを言っています。本当に不器用な女心を返しないやつです。原文で読みましょう。あまりこよなくおぼし落としたるに、なに沈めはつまじき心地しはべる。世の中を無限におぼし知らぬにしもあらじよ。と、よろずに聞こえ、責められたまいって。いかが言うべきとわびしゅうおぼしめぐらす。よう知りたる方の心やすきように、おりおりほのめかすも目覚ましゅう。下に類いなき身のうさなり、とおぼし続けたもうに、死ぬべく覚えたもうて。浮き自らの罪を思い知るとても、いとこう浅ましきよ、いかように思いなすべきにかはあらん。と、いとほのかに哀れげに泣いたもうて。我の宮、浮きを知れるためしにて、濡れそう袖の名をくたすべき。と、のたまうともなきよ、我が心に続けて忍びやかに打ちずじたまえるも傍らいたく。いかにいつることぞとおぼされるに、下人やあしゅう聞こえつかし、など、微笑みたまえる景色にて。大方は、我、濡れ衣を着せずとも、口にし袖の納屋はかくるる、ひたぶるにおぼしなり寝かし、とて、月明かき方にいざない聞こゆるも浅ましとおぼす。かなり無神経に、高圧的に説得しようとしましたが、結局落ち葉の宮は拒み続け、夕霧は無理やり思いを遂げるのも自分らしくないと思って、何事もないままに、明け方になって山荘を自居しました。ところが、その姿を、宮須どころのところへ、家事に通う利子に見られてしまいます。気の利く人なら、こんなことは口にしないものですが、世辞には疎いからか、見やすところに、お嬢様はいつから大将を通わせておられるのか、と、ぶしつけな質問をしたのです。そしてさらに、夕霧大将には強い本妻があって子供も大勢おられるから、お嬢様には太刀打ちできない。煩悩が増すので、この縁は切った方がいいですよ。とまで言うのです。驚いた宮須どころは、そんな関係ではないと言いますが、朝帰りの姿を見た利子は譲りません。宮須どころは、
娘やお付きの女房を呼んで事情を聞きますがよくわかりません。いずれにしても、李氏があのように言うのなら、世間もそう思うだろう、と。宮安どころは、ショックで一層重くなった病状に耐えて、夕霧に、こうなった以上、責任を取ってほしい、といった趣旨の手紙を出します。ところが、その手紙は、雲井の狩りに奪われて、夕霧はその夜読むことが叶いませんでした。原文です。女君が妻、雲井の狩りです。酔いすぐるほどにぞ、この恩帰りもてまいれるを、各礼にもあらぬ鳥の後のようなれば、富にも見ときたまわで、大人なぶら地庫を取り寄せてみたもう。女君、物隔てたるようなれど、意図とく見つけたもうて、はいよりて、御後ろより取りたもうつ。とかく言い白いてこの御文は引き隠したもうつれば、せめてもあさりとらで、つれなく大人のごもりぬれば、胸走りて、いかで取り手しがな、と、見やすところの御文なんめり、何事かありつらん、と、目も合わず思い伏したまいり、女君の寝たまえるに、よべのおましの下など、さりげなくて、探りたまえど、なし。愛人からの手紙だと思った雲井の狩りは、奪った手紙をどこかへ隠してしまいました。一体どういう内容の手紙だったのだろうかと気になって、夕霧は妻が寝た後でこっそり探したのですが、手紙は見つからず、翌朝になってもまだ見つからない。雲井の狩りは、夫が手紙を探しているとは思わず、自分が手紙を隠したことさえ忘れて、子供たちの相手をしています。恋人からの手紙じゃない。どうということもないものだ。と言ってしまった夕霧は、今さら、あの手紙はどうしたと聞くに聞けない。夕霧の焦り。宮安ところに早くお返事をしなくてはと思うけれども、手紙の内容がわからないままにお返事の書きようがない。原文です。女は、書く求めんとも思いたまえらぬおど、下に消そうなき御文なりけりと、心にも入れねば、金立ちの慌て遊び合いて、ひいな作り、拾い据えて遊びたもう。文読み、手習いなど、様々に意図慌たたし、下吉後這いかかりて引きしろえば、取りし文のことも思い出たまわず。男は、ことごとも覚えたまわず、かしこにとく聞こえん、とおぼすに、よべの御文の様も、え、確かに見ずなりにしかば、見ぬ様ならんも、散らしてけるとおしはかりたもうべし、など、思い乱れたもう。読まないままにお返事を書くことも考えたのですが、それでは手紙をなくしたのだと思いになるだろうと迷っています。さあ、困ったことになりました。そのままにこの日は過ぎていきます。続きは次回といたしましょう。